はい、吉松です。はい、では今日はですね、まあ、これをですね、この本をですね、ちょっとこう参考に語っていきます。青木雄二先生のですね、裏金融ということなんですけど、これ表金融という本もありまして、また次回ね、後ほどまたやりますけど、これ裏金融という本なんです。2つに分かれてるんですよ、表金融と裏金融と。これ顔が半々になってますよね、これ。うん、今回はね、この裏金融の方で、これアスキーという会社で出てるんですけど、まあ、1990年の終わりぐらいに、あ、いや2000年か、うん、2000年の3月ですね、2003月、だからちょうど、あれかな、うん、まあその時の話ですけど、まあ、とりあえず序文をね、まず読んでみます。これ青木先生の言葉なのかな。はじめにという序文がはじめにありますのでですね、ここの部分をですね読んでみます。はい、階級社会では生産力の発展によって肉体労働と精神労働の分業が生まれ、多くの富を得る者が精神労働を独占するようになります。支配階級は自らの富を守るために何時盗むなかれ、つまり人の所有するものに手をつけてはいけないということと、借りたものは返さねばならないと、すべてのものはその所有者に戻さなければならないという道徳をですね教え込みます。これは小学校中学校とか、そうやし、まあ、社会全般にね、借りたものを返すのは当たり前だろうということを、まあ、すり込むんですよね。うん、小さい頃から親とか学校の教師とか世間とかがいろいろ言うわけです。すべてのものは、ですね、はいですね、次います。空腹等の欲望から盗みを働き、借りたものを返さない、持たざるものを支配する、支配的思想が生まれざるを得なかったのであります。パン一切れで、牢獄犯罪者になったジャンバルジャンね、ああ無常の世界ね、がそういうこういう思想からですね出てくるということなんです。これはマルクス・エンゲルスのドイツイデオロギーの中で詳しく述べられていますということで、この辺の話もし興味があればですね、このあとマルエンのマルクス・エンゲルスのですねドイツイデオロギーという本を読んでください。うん、私はまだ読んでませんけどね、今積んでありますけど読んではいませんなぜ難しいんだあれ。でもまあいい本かな、まだ読んでないですけどね。うん、日本の社会に生きている我々も文部科学省ですね、これ昔だったら文部省なんです、2000年の時はね、文部省の義務教育の方針で何時に住む中で借りたものは返さねばならないという支配的思想の掟を徹底的に叩き込まれた存在でした。その結果、日本人の大多数が意義はないと錯覚に至ったのであります。資本主義社会である以上、銀行で借りようが裏業者で借りようが、借りたものは返さねばならないという道徳が生きてますから、返済できなくなった人間は夜逃げ、破産、一家心中から自殺、強盗、窃盗、詐欺、誘拐等いずれかの手段を選ばざるを得ません。それが道徳を精一杯守ろうとした人々の行き着く選択肢なのですから、ということですね。でこの後にですね、ところがですね、銀行がですね、弾けそうになった時にですね、政府がですね、こう銀行に公的資金を入れたというようなことがここに書いてあります。ということは、本当は返さなきゃならないものを国民の税金からぶち込んで銀行を救ったという、大義名分は銀行壊れたら大変だからということなんですけど、混乱招くということなんですが、国民生活にね、これはですね、この道徳を破ってるんですよね。つまり都合のいい時にはお上は道徳を破るという、で都合の悪い時には返すものは返ったものは返すんだろうというようなことを言うんですね。うん、で、まあ原始時代っていうかね、昔はこの日本の国っていうとですね、まあ縄文時代、まあどこまで本当か分からないですけど、貧富がない社会、助け合う社会、ということで、どっかで海で魚取ってきたら分け合う、山で何か取ってきたら分け合うから、山でね、どんぐりとか取ってきたら分け合うという、
そういう社会だったのがですね、弥生時代になってですね、まあもちろん政権とかね、その大陸から渡ってきたりとかいろいろ、ね、まあ某所から来たりとか海で来たりとかいろいろあったんで、支配階級が入ってきちゃって、そこでまあ入れ替わったというふうに私は考えてますけど、まあその辺のところは記録はあんまり残ってないんであれなんですけど、だん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 その米の栽培が始まったりなんかしてという、まあ一応そうなってますけどね、そういうところからですね、所有権っていうのが生まれてですね、ここはここまでは俺の畑だと、田んぼだということが生まれちゃって、それをたくさん支配して、それここからですね、そのたくさん地面を持ってる人から、その田んぼとか畑の買えた人間、レンタルした人間はそこに地代を払うというか、なんていうかな、 地主みたいな人にですね、こう払うね、うん、小作料払うというか、そういう風になっちゃって、まあ、それの地主の大きいのが大名になったり、いろいろ中央政権になったりいろいろあったんですけど、まあどうかな、緊急事態の場合、命のね、もう本当命かかっているような時にはですね、まあ、道徳は本当は通用したいんですけど、日本人というのは本当に、ね、真面目な方が多いので返そうとするんですよね、うん、まあもっとドライにね、西洋的に考えてね、それは事業やったんだったらね、成功もあるし失敗もあるだろうと、人間失敗するもんなんですよ。だから失敗したらもうとにかくその人をねとことん追求するんじゃなくって、それいい加減のことやって失敗したのはそれはダメですけど、本当にいや、やっぱ潰れた人の中では本当正直に精一杯やって潰れた人もいると思うんですよ。まあ見識が甘かったという甘いんですけど、まあ一遍二遍2回までは救ってあげようというのが自己破産なんですけどね、2回までは救われるんですよ自己破産は3回目はないですけどね、もう、うん、でまあ私のですね、まあ、先輩を当たる人でですね、まあ、一時表の方の金融やってた人が見えるもんで、いろいろこう昔話で聞くんですけど、今はその方はもうやってないんですけど、金融は。で酒飲んだ時かな、なんかしみじみと夜の遅くなったから、しみじみとね、吉松くんね、返しちゃうんだよねって、なんで返すのかねって、つまりその貸した方ですらもう元取ってるからもういいんだけど、まだ残った借財とか金利分を返そうとして一生懸命なってるっていう、そういうまあ経営者が、まあ零細の経営者がいるということでね、その人がつくづく言ったことがあるんですよ。貸してる方がよしまずなんで返すのかなって自分に言ったんですよ。返さなくてもいいのになって、もうだけどまあ返してくれる以上は取るけどって、うん、まあやっぱり一生懸命必死でその金利を返そうとするっていう、そういうなんていうのかな、そういう態度っていうの、日本人に多いっていうか、生真面目な人が多いってね、いうことを言ってましたよその方もね、うん、そういうものに、そういう社会だからこの日本というところは非常にいいところなんだけど、ある意味ねいいところなんだけど、信用できるしね、やっぱり信用できない人も結構いますよ。だからまあ大概の人は信用できるんですよ、言ったことは守るし、うん、ちゃんとね工事でもやってね、請求書を渡せばちゃんと振り込んでくれたりなんかするから、うん、私もお金は払いますしね。だからそういういい世界なんだけど、本当の大まかなね、上の方はね、そういういい加減なことやってるということなんですよ。もうそういうリーマンショックの時もそうだったですよね。なんかどうだったかな、有名な証券会社みたいな、金融会社だけは救ったるみたいな、国の税金を思いっきり入れてと、アメリカさんもやってましたけどね、うん、だからやっぱりなんかな、やっぱり、まあ、とにかくこういうとこにはやっぱり近づかないことですよ。裏はもっとすごいですからね。もちろん YouTuber の方もいっぱいそういうことをいいチャンネル結構ありますよ。私も午前中見てたんですけど、本当にね、金融業者の方やってた経験の方が喋ってるとこもあるし、本当にこれよ本当にいい動画なんだ、これを動画見てたらそういう裏とかに回らずに済むし、
表の方のね方も回らずに済むということでね、世にね借り金の金利ほど恐ろしきはなしということで、井原西鶴大先生の世間村残余にも書いてありましたけど、あれは日本永代頃だったかな、うん、その時学生時代で21か20歳ぐらいの時、学生時代の時それ読んで、その本をあの生き返りの名鉄電車の中で通学の中で読んでね、ああ借金というのは怖いんだなと、江戸時代からすでに世にね借り金、借りたお金の金利ほど恐ろしきはなしということで、うん、書いてありましたけどね、うん、まあ、あの私もここを近づきませんけど、皆さんも近づかないように、それだけでもこの青木先生のこの本の価値はあります。この青木先生は人気あるからね皆さんも納得してもらえるでしょう。ではまたお会いしましょう。